こんにちは。社長のためのオンライン動画ワークショップを開催しておりますコラボゼイガーです。この1年、ね、約1年コロナウイルスのことについてニュースがなかった日なんてないと思うんですけど、まあ、それぐらい国内外に大きな影響を与えてるんですが、まあ、実際に私の知り合いの社長なんかでも、まあ、コロナによっても本当に厳しい状態に陥ってる人なんかもおられるんですが、ちょっとね今日はその辺のことについての視点っていう、見る視点ですねについてちょっとお伝えできればなと思うんですが、どうしてもやっぱコロナなんか最悪やと思ってしまう視点を持ってると、その聞くことすべてが、まあ、最悪に聞こえますが、コロナで絶対復活してやる、コロナってある意味チャンスやなと思ってしまうと、そういう視点を持つとですね、聞く情報も逆に、あ、こういうふうにしたらチャンスになるんちゃうかなっていうふうに、考え方っていうのが変わってくるんじゃないかなと、なんとなく思ってるわけなんですが、まあ、それを裏付けるのがですね、ちょっとネットである記事がありまして、広島の原爆、ね、1945年の8月6日に、広島原爆が世界で初めて落とされたんですが、その壊滅な状態の中、なんと3日後に電車動いてるんですよね。で、すごいなと、3日後ですよ。今、まあ、コロナって言ったら建物なんか全部ね、当然壊れてないですし、まあ、目に見えないものなんで逆に見えないからこそ怖いんですが、ただもうその焼け野原です。もう瓦礫だらけの中で、もうそこ尋常じゃないわけですよね。死体もいっぱいあったと思うんですが、その中でここの広島電鉄なのかちょっと分かんないですけど、なんで3日後に電車動かされるんやろうっていうふうにね。でその記事の中にはもう電車が動くことによって復興に向いてるっていうのをみんなに思わしたいっていう思いで動かした人たちがいるっていうのを聞いて、もう鳥肌立って、もうそのパワーにも敬服してしまったわけですよね。すごいなと。実際僕がその場にいてそんなこと考えるかなと。いや、ほとんどの人が考えられないと思うんですよ。でもこの広島電鉄の人はそんな風に想像して、もう3日後に動かしてしまってるっていうことが、その気持ちの切り替えと行動、なんてすごい人なんやっていうふうにね、ちょっと思って、今日1本目このことを皆さんにお伝えしたくて伝えました。視点を変えてチャンスに見えるようにしていきたいと思います。笑顔です。レッツ動画。